皆さんこんにちは、シャルムです。私はですね、明日がお仕事お休みです。まあ休みの日っていうのはもう本当にほっとしますよね。もう羽伸ばしてね、もう普段疲れ果ててるけど、でも休みの日って本当ほっとします。で、特にね、まあ休みの日も楽しいんですけれども、私は休みの日の前の日の夜が一番好きかもしれませんね。もう、ああ明日休みだ、嬉しいっていう、そういうのにね浸ることができるんでいいなと思います。で、明日の予定なんですけれども、あいにく私の住んでる地域は雨が降るそうです。雨どころか、あの朝方まで雪が降るらしいんですよ。天気予報当てにならないんで分かりませんが、まあ多分雨は降ると思います明日。うん。だからね、そのあんまり出歩かないで家でまったりと過ごそうかなって思っております。まあ予定としましては、まずスーパーに行って食材を調達して、その後ディスカウントストアに行ってお酒を調達して、あの私の家の近く、ちょっと歩いたところにディスカウントストアがあるんですけれども、そこが一番お酒が安いんで、いつもそこで買ってますね。はい。で、お酒調達して、その後銀行行って、あの生活費を引き落とそうと思います。はい。明日はね、あの生活費の袋分けの動画の撮影しようかなというふうに思っております。で、生活費、銀行行ってお金下ろして、で、ドラッグストアでね、特売で大正漢方胃腸薬と、チオビタドリンクが安くなっているので、ついでに買ってこようと思います。ぐらいかな、外出は。うん。あ、百均もね、行きたいけど、多分行かないと思います。明日雨が降るんで、めんどくさいんで、行かないと思います。ですね。それ以外は家でまったり過ごそうと思うんですけど、でもね、まったりだけしてる場合じゃないんですよ。あの、私1月29日に介護福祉士の試験受けたんですけれども、あの、答え合わせをしよう。明日は答え合わせをしようと思っております。ネットで問題用紙の回答が出てるらしいんですよ。はい。だからね、ちょっと答え合わせして、自分が何点ぐらいなのか、合格ラインに達してるのかっていうのをね、見極めたいと思います。ちょっとね、いろんな人から、同僚から、答え合わせしたのって聞かれてたんですけれども、私怖くて答え合わせできなかったんですよ。怖いじゃないですか。ね、間違いばっかりで、あー、点が足りないってなったら、嫌なんで、でもまあ明日はね、意を決して問題用紙の回答、答え合わせをしてみようと思っております。で、あとね、私実務、その、介護福祉士になるには実務者研修っていう講習を受けなきゃいけないんですけれども、実務者研修の費用が7万5千円かかったんですね。それを法人が出してくれるんですけれども、お金をいただこうと思ったら、レポートを書かなきゃいけないんですよ。もうめんどくさいですよね。さっさと出せやって思うんですけれど、レポート書いて提出しなきゃいけないんで、そのレポートも明日書こうと思っております。で、介護福祉士の試験受けるの、試験料？なんていうか、試験を受けるのお金がかかる、受験料ですか。受験料がお金かかるんですけれど、1万3000円かかったんですけれども、それも請求したら、それは却下されてしまいました。受験代は、受験料は払っていただけないみたいです。残念。1万円もしたのに。ひーって感じですけどね、もう。まあ、しょうがないですね。ですね。で、あと、職場がなんかね、タイムカードの携帯が変わってね、ちょっとスマホでいろいろ社員番号を登録して、しなきゃいけない
くなりまして、QR コード読み取ってっていう、なんかね、なんか職場もどんどんハイテク化していってますよね。なんかその QR コード読み取って、なんか社員番号を登録して自分のあの出勤簿を作るっていう、作るというか閲覧するっていうのでね、あのその作業もしたいと思います。明日はまあ家でね、ごそごそやらなきゃいけないことをやろうかなっていうふうに思っております。で、まあお酒なんですけれどね、うん、明日は宅飲みになりますね。だから、うん。私のお友達の団子さんに勧められたのは、キリンのグリーンラベル。淡麗のグリーンラベルなんですけれども、確かね、あれが一番美味しいんですけれども、私のドラッグストアではね、ちょっと高いんですよ、キリンの淡麗のグリーンラベルは。700いくらするんですよ。720円か、6缶で。はい。で、クリア朝日だったら680円なんですね。で、キリンのね、なんだろう、あれ。本キリン？赤い缶のビールがあるんですけど、それだったら671円っていうね。ほんとね、しみったれてるなんて言わないで。節約セレブだから、いろいろね、お金のこと考えてるんで、あのクリア朝日にしようかなっていうふうに、中間取ってクリア朝日。うん。でもキリンも捨てがたいですね。キリンもね、ちょっとね、あのおまけがついていたんですよ。あのちっちゃいなんかおつまみ、ナッツが入ってるおつまみがおまけに入ってたんで、私そういうの弱いんですよね。うん。まあ明日ビールを調達して、あの6缶買おうかなって思ったんですけれども、多分宅飲みだったら6缶じゃ収まりません。あの12缶買おうかなっていうほど思っております。さすがに1日で12缶は飲まないとは思うんですけれども、まあそうね、10缶ぐらいは飲むかな。はい。なんか、あの、その、発泡酒にね、氷入れて飲むとすごくね、味がまろやかになって美味しいんですよ。これも団子さんに教えていただいたんですけどね、アイスビール。アイスビールにすっかりハマっております。でも家ではね、アイスビール飲んでるんですけれども、外出たらチューハイを飲みますね。あの、私ね、あの、缶のチューハイね、あの、ドラッグストアとか、そのディスカウントストアとか、お店で売ってる缶のチューハイはね、好きじゃないんですよ。なんか、独特の臭みないですか、缶のチューハイって。なんか私、どれ飲んでも美味しいと思わないんですよね。でも、お店で出てくるあの、サワーはすごく美味しくって。だから、特に好きなのは、ライムのチューハイとか、巨峰のチューハイが好きですね。はい、美味しいですよね。うん。というわけで皆さんはね、そう、皆さんもね、どんな休日を過ごしてるか、コメントで教えていただけたら嬉しいです。あの、楽しい休日の過ごし方、私もやりたいんで、あの、休みの日こんなことしてるよーとか、そういうのをね、教えていただけたら嬉しいと思います。はい。ということで、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。気に入っていただけた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。シャルムでした。